そんなに疲れているんだから仕方ないか。このヒルチャールたち、もう息を引き取ったみたいだ。いつも大声を出して騒がしいヒルチャールたちが、こんな風に老いていくなんて、不思議な感じだな。ヒルチャールとの思い出にあまりいいものはないけどさ。それでも、こいつらの最後の瞬間が、安らかであったことを祈るよ。この箱ってヒルチャールたちが食べ物を保存するのに使うものだよな。中身は空っぽみたいだ。最後を迎えるヒルチャールは食事をする必要もないのか。オイラだったら少なくとも食べ物の味が恋しくなると思うけど。普通のヒルチャールと同じで、ここにもかがり火があるんだな。けど、ダインが言ってたはずだ。最後を迎えるヒルチャールは、光を嫌うって。もしかして、こいつらも本当に最後の時は、光と暖かさを求めるのかな。あ、こんな地中深くにどうして花が？亡くなったヒルチャールに手向けたのかな。言われてみれば確かにどこかで見たことあるような。これはカーンルイヤの国花、インテイワットだ。かつてカーンルイヤの至る所に咲いていた。この花の開花期間はもともと2週間しかない。だが誰かに倒られ、カーンルイヤの土から離れると、その花びらの成長は止まり固まる。故郷の土に帰って初めて花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。故にインテイワットは勇士、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また故郷の優しさという意味を持つ。あ、この花がここにあるってことは、つまり。王子様、ついに同意していただけましたか。天理への対抗に傾倒するあまり、復興という大事な使命を忘れかけていた。確かにこんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備はじきに完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい。理論上ですと、およそ…いや、やっぱりいい。たとえ 1% でも望みがあるのなら、俺たちも同じだ。すでに深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるより、あの者たちは一刻も早く循環へと戻った方がいい。これ以上、言われのない罪を、あの者たちに背負わせはしない。そのご決断は、教団にとって実に強固。お兄ちゃん。何か見ていたようだな。何を見た。そうそう、ずっとぼーっとしてたぞ。なるほど、これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。今の話によれば、
奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。おそらく先ほど見た装置のことだろう。それに彼は復興と口にしたんだな。頑固な奴だ。やはりまだ諦めていなかったか。どうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ。彼らを元に戻し、そしてカーンルイヤ復興の礎とするのだろう。何しろ国民なくして国家とは呼べないからな。ふん、全く愚かな考えだ。そんな可能性 1% も存在しない。言ったはずだ。俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた。救いなど決して存在しない。誰よりも俺はそれを理解している。仮に強引に呪いを払おうとすれば、痛み以外に得られるものは何もないだろう。だから理性をもってして俺は何度も言い聞かせてきた。あれはもう人間ではないと。それに執着し感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのように偽善という名の泥沼に沈んでいく。そうなってしまう前にもっと救う価値のあるものに目を向けるべきだ。ふん。ああ、確かにそうだ。俺たちはただの雇用関係だが、向こうは貴様にとって大切な血縁者だ。何の問題もない。貴様が彼の肩を持つのも当たり前のことだ。だが貴様がどちらを選ぼうと俺の心が揺らぐことはない。アビスを阻止することこそ俺が歩む道だ。それにさん、そうか。どうやら初めて会った時にした3つの質問は無駄ではなかったようだ。すでに貴様は自分なりの見方でこの世界を見ている。貴様が本心を明かした以上、俺も隠しておくつもりはない。俺は今回アビスを止めるという目的以上に、ただハール武団たちの意志を踏みにじるアビスの独善的な行為を許せない。アビスはいつ現れるかわからない。油断せずに進もう。